あ、このリャンピンチーってあります？おお。あの、ウーピンだったら泣きたかったんですけど、あ、でも一緒か、ローピン4枚目だから。あるね。うん、いや、おどらどらで押し返す。まあ、リャンピン3枚目なのがあれですけど、これは泣けない。泣けない。いやー、泣く。あ、そう、いっぱい勝負前提。ちょっと、どうしたら泣くんだったら自分考えますよ。なんか、手配の安牌を全て消費していくわけでしょ。そう、チーチー。通信時短品って通りかかところ。なんか、チーしたら引き返せなくなりそう。退路を断つ感じですよね。だから、引き返す必要がないっていう考えもあるので。なんか、そうですね。テンパってパスをいっぱい打ちで済むんだったら。うん、それはね、いいけど。うん。なんか、久しさんが切ったリャンゾーに合わせたリャンゾーとかなら泣きやすいけど。うん。この安牌を消していくチーしづらいな。このリャンピンがさ、明らかにトヨトトシだったら泣きやすいよね。まあ、ジジュン絶対リャンピン泣けるなら、はいはいはい、そう、ね、この手順じゃなくてもうそのリャンピンは絶対2枚だろうみたいなリャンピンだったら泣きやすいよね。それでももうリャンベンリャンベンで安牌スーパーゼロになって引き返せない戦いになりますよね。あのそれはなんか見合いそうだから、うん、っていう感じで、まあ、すでにリャンソンパワーのイーシャンってなるんだったら引き返しなくてもいいかなって気はするけど、うん、そうですね、なんかこの瞬間だったらウーピンとかもまあベタ折りで出てきそうではあるんで、安牌少ないから、ね、ローピンノーチャンスになったんで、ローピン4枚です、はい、ウーピンもほぼ通るでしょうって言って、朝ピンどうします？泣きます？いや、泣かないです、泣かないです、はい、どっち泣けないのか泣かないのかどっち？泣かないです、これは。じゃあ泣かない方が有利だと思ってんだね。だと思ってます、はい、僕もリャンピンチーが勝るのはないと思うな。ひとしさんギリギリでしょ。ギリギリです。泣いて強い人もいるのかなっていう感じで。これ泣いて強い人多分いねえぞ。いないですか。いないことはないと思う。いないことはないと思うけど。だから泣いて強い昔のドッポさんみたいなのは数年経ったら戻る、治るから、うん、若気の至りでしたって言うから。うん、いやいや泣きたいんですけどね。でもでも実際にこのタクついたら泣かないでしょ、太さん。泣けるか分かんないです。ああ、そういうこと。だから泣けない。そう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 、泣いてもいいと思うけど泣けないんですよ。あの、泣いて許されたいです。あ、いつか、うん、いつか。じゃあ泣いて強い人に現れてほしい。そうなんですよ、はい。結構泣かないが主流だと思うんで、はいはいはい、言いづらいけどちょっと勇気を出して聞いてみてます。なるほど、はい、これなんかちょっとこういうのね、堀さんに気がしないな。堀さんに聞くと鼻で笑われるからね。マジで。なんかウーピンならまだなんか迷うけど、リャンピンは無理だな。ウーピン出ますって。いや、出るかもしれないけど。ウーピンがまあなんかチーだったら、次赤とかもう一回出てくる可能性まであるから。わ、うん、かんない、4面積できた赤ウーピン短期かもしんねえじゃん。4面積できちゃって。しょうがねえやつって。あるよね、でもそれ。まあ、なくはないです。うん、まあそれと一旦これで、うん、まあ泣けなくて、まあ泣けなかったらベタ折りですよ。ベタ折りですね。もう、はい、今更ですこれね。次いきますわ、はい。あ、これ最後です。はい、第1弾チーしますか。これはチー。チーですね。泣きます。ふとしさん、めちゃくちゃ積極的で、それとも、ああ結構嬉しい。僕の一旦理屈言っていいですか。はい。3万6000点のユウさんだったんですよ。一応僕に満貫とか積もられるとだるいじゃないですか。だるいっすね。でわざわざ第1弾にドラを切るってことは、うん、僕1級支配すげえ多いと思ってるんですよ、ユウさんの手に、うん、で一回泣かれたら折り切れるからやってると思ってるんですね、僕。で、あとこの数ピンを泣いちゃうと僕以外の人へのアシストをすごい増やしちゃうと思ったんですよ、うん。でもう二度と地位はできないと思っちゃったんですよ。それが合ってるかどうかはこんな手だったんですけど、うん、実際これぐらいの手の時やりそうじゃないですか。ドラって切ります、わざわざ。僕はこれドラ切る感覚があんまないんですよね。でしょ、うん、だってこれ満直ダメなんだよ、全員に。なんかわざわざドラ切る理由があんまりないかなって思っちゃう。だから、うん、わざわざこんな満直誰にも打てないのにドラ切るってことは、俺よっぽどなんかもうボロボロで酷使言ってんのかな、最初思って。なんか僕のデメージ、やっぱボロボロだとドラ切らないから、まあドラ切ってそれなりの手が入ってんじゃないかなと思っちゃうんですよ。うん、俺思わなかった、それは、うん。わざわざね、ドラから切る意味あんまないじゃないですか。うん、まあ、何事って感じ、うん。一生。暴れない手でも切らないもんね。そう、一生封じ込めときゃいいわけだから。だったら、わざわざ切ってくれたんだから、チーだったか。なんか、しかも、大石さん、ちょうど第一のパワー1に、お集め向けになってるんで、役割もケアして絞ってもらえたら、はい、まあ
おお、なるほど。うん。大地はパワーワードで。数杯もまあ合わせ打ちしてくれるかもしれないですね。はい、うん。なんか数ピンチーしたあとは自力でいけそうだし。なんかちょうどホッパーだったら2着になるっていうのが。打点が偉すぎるな、数ピンの。まあ、ユウさんから相当出上がりしにくいとして、まあ、積もっとくる3波大きいかなって、ね、はい、じゃあ次から泣きます。でこれを切っちゃったんですけど、これはもう崩したらこれでいい？まあいいそうじゃないですか、まあ、はい、はい、しますね。まあだから 6% 上がってな、ここで4000オールで決めたくなっちゃったんだよな、うん。まあ、ペンサピ関連像1個引ければって感じですよね。どっちかを引ければもうリーチいけるんで、これウソポン。うわぁ。めっちゃすごい。あぁ。嫌だ。で、役割を並べられるんですね、この後。でも、これで、まうん、ここでね、自敗、これやるんですよ。一旦食べ込んでる感じですね。そう。で、ここ、ここ最後ですね。何切りますか？E ピン？難しいなぁ。想像は切んない方がいいですか？なんか使えそうなんでちょっと食べたい気持ちはありますね。タイヤを浮き配でもあり、あ、絞り立つ自分の打点上昇。レアンピンじゃなくて E ピンですか？難しい、うん、そこも難しいですけど、レアンピン立てきたら普通にかなり泣いて上がれそうだから、うん、はい、じゃあ E ピン、マサピンも E ピン、いや僕三蔵切りそうっす。三蔵切ったことをすげえ後悔して、俺三蔵切ったんだけど、あ、はい、めっちゃ後悔してんだよね。これ泣かれたらユウさんも役配りも切れないっすもんね。どういうこと？あの、まあ、マンガン直撃マンガン打てないから、はい、いや、まあ、なんかたまたま打てる手になってたんですけど、うん、そうなんですよ。なんでもまあ2フール入ったぐらいじゃなんか勝負泣かせあるかなっていう感じ、うん、勝負泣かせされたんですね、まだまだ泣かせそうだな、うん、まだ泣かせって見えてないで自分でかなって、うん、まあ三蔵切ってスーソーは一応四五郎の三色含みでお山あるんで、うん、今度はこういったんですよ、うん、はいはいはい、はい、あとは手番回ってこなかったです。なるほど、はい、もうこのあと、はい、シャートンで終わりました、うん、これで終わりました、シャートン、うん、まあこうなっちゃうよね。まあユウさん、まあ、持ってればこうなりますね、ちょうど、うん、そう。ただ数ピンチーしてもこうなよりこうなっちゃうと思ってて、数ピンチーだと、うん、俺はだったらまだちょっと極端な差し込みって重なる前に打っちゃったらひどいことになるじゃないですか、はい、だから蓄えるじゃないですか6巡ぐらい、でその6巡を蓄えさせた方がいいと思っちゃったんですよ、数ピンチーせずに、うん、それがまあ泣かなかった理由なんですけど、次もちょっと泣いてみようかなとは思ってる、うん、もう一回ちょっと1巡目見せてもらっていいですか？はい、うん、はい、これっす。ユウさんも多分次数ピン切んないんだよね、もう全員に満足されたら着順4万点損するの。ユウさんは泣かれなかったらもうみんなにアシストできるよって意味で切ったのかな、試しに行ったのかな、みんな。そうだね。でもユウさんの手はこれなんか満足いそうだよね、ドラ以外切っとけばいいかなみたいなイメージになっちゃう、うんうん、C だったら泣かれてもいいと思ってんのかな、わかんない。嫌じゃないから絞ればいいと思う、なんか破裂もさせたくないから周りに。大井さんの上がりは相当嫌だけどね。うん、ね、赤さされるともう何やってんだってなるけど、実はCしててもね、まあ、ほんとしょうもないものしか持ってこないっていう、まあ、いずれ言いそうは出るし、まあ、結構三層も出るし、はい、はい、チーしててもね何もできない。シャアは一番アシストできるから、ね、まあ、シャアはできる結局負けてますかね、大体そうなんですよ。だからこんなに綺麗にちょっと大井さんの手と久津さんとユウさんが綺麗に噛み合ってるからそうなんですよ、これ無理なセットができちゃってるんで、役配絞らせても負けてますね、これは。そうです、うん、そうです。だから異変マージャンみたいなもんですよ、これもうそう仕組まれてるんですよ。泣いて E ピン切った間に3層に4とかがくっつくかどうかの戦いですね、その瞬間に、うん、そうですね、3層さえ使い切れば勝てそうですね。3層しばらく残るもんね相当最後までE ピンさえ持ってこなかったら、ね、E ピン切れたんですけどね。そうですね、そうですね、で面前だったら関連ゾリーチになってた可能性も全然ある、うん、そうなんですよ。まあでもチーします、次ぶっちゃけこれはチーします。でも結局チーした後、ね、イーソー来てポンされて、ね、でユウ君にああいう風に刺されたら、ね、またチーしなきゃよかったって後悔したらバカだよねそんな反省の仕方はしたくない確かにこの瞬間だけで判断したいですよね、うん、そう今この手で、うん、そうこの天境だけで判断したい、うん、5% が偉いのは100も承知なんだけど、うん、5% 上がってギリギリ並ぶのとこれにはやっぱ4000オールになりそうな気したんだよな。
まあ、面前でも全然いけるとは思うけど、やっぱスーピンだけはちょっとって感じですかね。赤ウソとかはなかない？赤ウソはチー。赤ウソはまあ出たんならないとかって感じですか。満貫の可能性ありますね。そうだ、結局それの一緒なんだよね。この赤ウソチーの感覚が今回の3人と離れてるんだよね。かけ離れてんだよね。スーピンチーしないぐらいだから、うん、でもスーピンチーは次から取り入れようとしてるけど、赤ウソチーはまだその領域に行けないんだよね、この手から。やっぱ 5% 偉いなーってなって、どっちが早いかなみたいな。はい、赤ウソチーは結局な、ユウさんからその後何も泣けないと速度全く上がってないから、ね、そうなんですよ、うん、僕も実際赤ウソに関しては速度は全く上がってなくて、スーピンに関しては正直速度は上がってると思ってるんで、はいはい、スーピンの方は泣きたいですね、やっぱり、うん、そうですね、スーピンも完成するからな、うん、メンツが、うん、分かりましたね、スーピンはちょっと取り入れます、はいはい、でも赤ウソチーの方が満貫にはなりやすい、満貫にはなるんだけど速度が上がってないから、うん、じゃあ面前でもよくないみたいな感は、うん、そうなんですよ。